からちょっと審査席決めたあれ どうしましたあのハンター来るかな逃走中逆にやっぱり待ってる人も現れたんでね、はい、早く続けたことで早くもね効果あったわ。あそういうことなんですね。もともとはこういう企画だったんですよ。そうね、知ってますよ。ちょっと歩きが長いぞ。ゆうです。ももです。ふるかです。えりです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。逃走中じゃなくウミガメをやるんですよ。もともとねそういう企画だったんです、はいはい、みんな騙されつつあったの。危ない危ない危ないですよ。はい、ということで今週も、視聴者さんから送られてきたウミガメのスープを5分以内に取ってください。はい、まあ、最近旬もあり激飯もありみたいな、うん、こうねすごい波のうねった感じの結果になってますからね、うん、全部収束していくんですよ。全部2分30秒ちょうど4本ともね。そう、それを目指す、はい、旬もしないよう心がける心がけるなんとか引き伸ばさなきゃ。そうそう、2分半だけを目指してるから。ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し、回答者がイエス・ノーで答えられる質問を投げかけて、状況を絞っていくゲームです。最終的に、出題者が想定した真相を突き止めることができれば、クリアとなります。では本日第1問。よし。バロスウォードさんからいただいた問題です。かっこいいな、うん、バロスウォード。バロスウォードなんかあるのかな。キャッチ&リリースという問題です。ああ釣りでね、はいはい、うんうん、ありますよね。釣ってまた合流するみたいな。男は箱からゴミを取り出し、あろうことかそのゴミを道路へ投げ捨てたが、目撃した人々に疑問に思われることはなかった。なぜ。ゴミは燃えるゴミですかね。はい、箱はゴミ箱ですか。いいえ。うん、ダンボール箱でいい。いいえ。うん、そのなんたら箱っていう名前ありますか。なんたら箱ではない。じゃ特定のものを入れるための箱かな。違いますかね。ゴミの種類は重要ですか。はい。なんかテレビに伝えたりします。はい。ほう、男は芸能人ですか。いいえ、うん、スポーツ選手。いいえ、うん、季節関係ある。いいえ、うん、なんか特定の番組ですか。いいえ。目撃した人々っていうのはテレビで見た人たちってこと。いいえか。あ、その場にも人いたんだ。はい、うん、道路へ投げ捨てたっていうのは道路じゃないところから道路へ投げ捨てたの。道路トゥー道路って道路トゥー道路かな、うん、ちょっとごめんなさい。じゃあ男はその道路に立ってると思っていいですか。立ってるとは言わないけど、まあ道路にいるではあるかな。そのゴミはなんか紙ゴミ。紙ではない、うん、ゴミは何かの容器ですか。いいえ。ゴミは両手で持てるぐらいの大きさでしたか。うん、まあ持てそうな。そのゴミには何か文字が書いてありますか。いいえ、うん、箱は金属製。わかんない、多分違います。うん、そうなんだ。木製ではない。なさそう。あー、そんなレベルか。それって、地面に設置してある箱。地面に設置と言っていいかどうか。地面に置いてある、少なくとも置いてあるかな。宙に浮いてる。宙に浮いてるかな。うん、宙に浮いてる。それは、上から垂れ下がってる。いいえかな。それは、現実に触れる箱。ノーかな。ノー。ゲームの中の出来事ですか。はい。おお。何のゲームだ。テレビゲーム。はい、うん、じゃあ、スーパーマリオ関係ある。はい、うん、箱。箱はそのブロックかな。いいえ。あ、まあ、うん、いいえかな、うん、なんちゃらブロック関係ある。ブロック、なんちゃらブロックとは言わない。ああ、言わない、うん、ゴミゴミね。ゴミなんて出るか。マリオカート関係ありますか。はい。おお。じゃあ、詳しい人、あと、詳しい人。はい、男はそのアイテムボックスからバナナの皮をゲットして、うん、それを
泥状に放り投げた。そうだー、いや納得だな、はいはいはい、納得だ、うん、あれゴミか、うん、確かに、まあ、確かに一番ゴミっぽいもんね、うん、まあ、甲羅はねまだゴミじゃないみたいな、バナナじゃなくてバナナの皮なんだもんね、はい、いやゴミだわ、燃えるゴミだ。男はマリオ、マリオカートでボックスからバナナをゲットした。その後バナナを設置しようと道路へ投げ捨てたのだったという問題でしたね。あのマリオカートは、ね、もういろんな世代の人がもう遊んでいるゲームですからね、うん、そう、僕ら世代はだから初代だよ ね、スーパーマリオカート、ね、をやってた世代だから、そうかそうか、はい、あれちなみにももさんってあのマリオカートだとどのキャラ使うんでしたっけ。私クッパあんまその女の子がね使わないキャラ、ね、ガチンコの人が使ってるキャラ、やっぱ加速が遅いんですけど、ロケットスターツさえ使えば最高速度でクッパなんで、やっぱゲームに関してはガチなんですね。あと相手がドンキーも一緒なんですけど、はい、相手が火の玉を使ってくるかバナナを使ってくるかで、やっぱ火の玉使われる方が嫌なんで自分が潰しておこう。火の玉はゆらゆらしますもんね。そうなんですよ、バナナね、あの単純にポンって置かれるだけで。そこはピーチヒデだね。そうだね、全然ピーチとかね、キノピオとかってね、なんだかね、クッパ。いやいいですね。時間は3分19秒。よし、2分32結構近い数値になります。ちょっとずつ収束して、収束してるからピシッと決める。マロコーン、ありがとうございました。じゃあ本日第2問、剣王さんからいただきます。どういう字。拳の王様。かっけーかっこいいんだ、ラオウみたいな ねそういう剣王から問題来たじゃん。剣王から、はい、儲かったのに。そこは結構ちゃんと正方形が名前とのギャップがいい、ね、剣王には寄せてなかった、ね、うん、ちゃんとウミガメ作家でもある。剣王はちょっとお金のことを考えてするんですね。儲かったのに、うん、いいね、不思議そう、ね、期待していたより大きなお金をもらったのに男は不服そうにしている、一体なぜだろう。お金は給料ですか。いいえ。お釣りですか。いいえ。賞金ですか。いいえ。もらったのは個人から手渡された、うん、はいにしとこうかな。違うこともあるかもしれないけど、とそれは、ギャンブル関係ある。いいえ。仕事関係ある。何か。いいえ。なんか家庭内での出来事ですか。いいえ。男の年齢大体設定ある。ないんですけど大体は。じゃあ社会人の人でいい。社会人の方が僕は納得できそう。はい。買い物関係ある。いいえ。もらったお金は100万円より少ないですか。少ないです。1万より少ないですか。いいえ。10万より少ないですか。まあそうでしょうね、うん、じゃあ1万から10万の間くらい。くらいですね。とそのもらった場所決まってます。はい。じゃあそれは屋外。いいえ。屋内で、はい、自分の家。いいえ。じゃあ何か、建物名決まってる。まあ決まってはいるのかな。違うこともありそうな気がするけど。なんかお店ですか。いいえ。お金を払う場所。はいかな。払って入る。多分違う。ああそうなんだ。あの刑務所関係ある。いいえ。男はお金が多かったから不服そうにしてるんですか。いいえ。まあそうなんだ、なるほどね。そのもらったお金はその男の懐に入ると思っていいですか。いいですよ、税金は関係ありますか。一旦ノーとします。わかりました、はい。公的な機関ですか、その場所は。いいえ。なんか犯罪が関係ありますか。いいえ。自社仏閣関係あります。こともありますね。なんかの催しやってます。催し近い気がします。これ季節関係ある。季節は関係ないですね。その場にはたくさんの人がいますか。います。寄付とかボランティアとか関係ある。かも。チャリティーの何かですか。チャリティーではないですね。クラウドファンディング関係あります。いいえ。手渡しで現金をもらったってことでいいんだよね。手渡しで現金
だと思いますね。それって、なんちゃら量と呼ばれるもの？量とは言わない。じゃあなんちゃら金って呼ばれる？いや、言わないですね。そのお金に名前ついてる？はい。ああ、ついてんだ。じゃあなんちゃら費？いいえ。なんちゃら代？いいえ。日本語？この名前。日本語。なんか日本特有のものですか？日本特有っぽいな。あ、わかんない。だから海外の事情知らないけど、僕は日本ではあることだ。結婚式関係ありますか？あります。じゃあ答えてみるか。はい。結婚式でご祝儀をもらったんですけど、それが2で割れてしまう金額だったので不服だった。その通り。そうか、3万とか思ったら実は4万だったみたいなことだ、はいはい、結婚披露宴の新郎の男は参加者からのご祝儀を確認していた、うん、大学の友人からのご祝儀は3万円かなと予想していたら、うん、それより多い4万円が入っていた、うんうん、頭がグズーだったため複雑な気持ちになったのだったという問題でした。なるほど。はいますよね。はいはいはい。こちらはもうやった一番多いぞ。リアリスト。私もそうです。理系のリアリストが集まる。はい。時間は3分52秒。はい。そうですね。でも数字の要素としては2分30秒のね、2と3が揃ってる。だいぶ判定が甘いな。2分30秒が好きな人の考え方が数字が近いとかになる。そういうゲームあります。目的が変わってきてるんだ。そうだね。KO さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いい問題なんだよ。で、本日第3問、はい、先駆者さんからいただいてます。おお、以前もね、ね、やっぱりね、はい、普通会採用、はい、普通会採用の方でございます。はい、思い出は心の中にという問題です。おい、エモの匂いがします、ね、確かにね、いい話誰ひろみちゃんは気になった記事を集めることが趣味だったが、ある日突然切り抜いて集めたものをまとめて捨ててしまった。なぜ？ひろみちゃんは男性ですか？関係ないです。関係ない。記事ってのは新聞記事ですか？でもいいでしょう。決まってないです。切り抜いて集めたものっていうのは記事のことですか？ノーです。おお、なるほどね。記事を集めてるときは切り抜いてます？はい、あとね、切り抜いてます。記事を集めてることと、その記事じゃないものをまとめて捨てたことには何か因果関係はある？まあ、ありそうな。じゃあ、あんまり前者だ。はいはいはい。ひろみちゃんはその新聞記事をこう切って集めたんですけど、切り抜かれた方の新聞をまとめて捨てていた。ちょっと違うのでもうちょっと詰めてください。おっと、はい、捨てたのはその記事じゃないけど新聞紙だった部分のどこかを捨ててるの？まあそうですね、切り抜いて集めたものですけどね。ハサミで切って集めたんですか？ノーノー。切り抜き終わったゴミを捨ててるのは間違いない、うん、はい、ハサミ以外で切り抜いた。はい。それは文房具みたいなもの。まあそうですね。はい。その生地をルーズリーフ状のものにまとめるために穴開けパンチでこう穴を開けていたが、その穴で丸く切り取られたそのゴミをまとめて捨てた。さだな。切り抜いてますから、ね、生地ごと、ページごといくパターンね。ひろみちゃんが捨てたのは生地の大事な部分ではなく穴開けパンチで切り抜いたゴミだった。なるほど、素晴らしい。そうか、だから生地を切り抜くっていうことを言ってなかったわけだ。そうですね、生地を集めるみたいな言い方だもんね。そうですね、はい。時間は1分18秒。あー、はい、でも分かってました。いや、そうだね。いや、でも平均値結構近いんじゃない？さっきね、ちょっと長かった分ね、これ平均か、平均かなりちょうどよくなったと思いますよ。うんうん、目的は達成してないけど、ね、5分以内だったら大体そうなってるから、ね、先駆者、ありがとうございました。本日第4問、うん、麻雀の女流プロ、うん、可愛い服見つけても
袖がダボダボだと麻雀打ちづらいからって買わないがち。何なんですかこれ、何なんですかこれ。これ言ってなかった。これそうですね、今週はあのモモさんがね麻雀プロあるあるを言うっていうね。何なんですかってかリコが言ったんだよ。先週のリコが言ってました。忘れてたわ。そういうもんなんですね、やっぱりこの相撲で引っ掛けちゃったりすると。そうなんです。なんか流行りの服で結構ボリュームのあるものが多いんですけども、うん、はい、あ可愛いな、でも麻雀打ちづらいからやめとこう。あなるほど。そういうのあるんだな。あれはきっとさんからいただいて思ってる。名前感がないですよね。あれはきっとさん、あれはきいい名前ですね。ひらがなで、あれはきっといい名前だね。ありがとうございます。不幸こそ幸福という問題です。痛いな。パラドックス的なもの、そうだね、うん、面白そうですよ。はい、面白そう。はい、男は未来を占ったが思いのほか結果が良かったため後悔した。一体なぜ。占いの種類は決まってますか。うん、まあはい、うん、星占い、いいえ、手相占い、いいえ、おみくじ、いいえ、生命判断、いいえ、自分の未来、それは家から、じゃあなんかもっと広い規模の未来、まあはい、うん、なんか機械が登場しますか。いいえ、明日天気になれ関係ある。はいはい、明日天気になれで、未来の天気を占ったが思いのほか結果よく靴が飛んでどっかに落っこちてしまい後悔した。シャイ先生、すごいな。役が出ちゃいましたね。やってしまいました、これはね。久しぶりの。男は万博小学生。要素1個乗ってね。靴を飛ばして明日の天気を占う明日天気なあれを上履きを使い体育館で友達がやってるのを見て、うん、俺が一番遠くに靴を飛ばせると思った男は明日天気なあれと言いつつ思いっきり上履きを蹴り飛ばした。思いのほか遠くまで飛んだ動きが体育館の窓際に乗っかり取れなくなってしまったため後悔したかったというもの。なるほど。万博です。万博、そうか、思いのほか結果が良かったのは飛距離の結果が良かったってことだったね。そうですね、占い結果というより飛距離だった。もう占おうという気持ちより遠くに飛ばそうという気持ちの方がちょっと前に見ちゃった。 そこは実はね、軽い叙述トリックみたいになってるのがね上手なのと、占いがやっぱり今の潰れてあれ以上ね、シンプル占いがもうあんまないかなと思ったので、はいはいはい、占いの名を語った何かなとね。なるほど、結果でした。よかったよかった。これは、こだわりにしばらくスリッパでしたって書いてあって、あ、もうやったんだ。やったんだ自分で。万博だった頃に、うん、あれはキッドさんのね、あれはキッドさん。そうか、実体験ね。いいですね、はい、うん、時間は28秒。よっしゃー、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ本日4問やって全問正解。やったー、嬉しいぞ。今日はぐっすり寝ます。本当だよ。同じ日にやってるけど、あの前の回全部解けてないからね。いやいや、もうこれはもうこれが全て。この回が上書きされましたね。全振りしてるから。あ、それなるほど、はい。問題の方まだまだ募集しておりますので、概要欄のリコのツイッターの DM までオリジナルの問題をお送りください、はい。さあ、そしてカプリティオからこちら、ウミガメのカードゲーム1,2,3が絶賛発売中でーす。はい、かの有名な玩具店でもね、取り扱いが始まったり、そして全国のセブンイレブンさんの一部店舗でも取り扱っていただけるようになりました。通信販売、その他実物を手に取る機会も増えてきたと思いますので、ぜひね見ていただいて、面白そうだったらお買い求めの上プレイしてみてください。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。